内野を抜けさえすれば絶対1点入るわけですよね、はい、そういう守備体系を見るとやっぱり三遊間狙いでいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、上げてしまいました。三塁ランナータッチアップしていますが佐藤切ったバックホーム帰ってきた。タッチはアウトだ。タッチアウト。高々ホームを狙いましたがこれはセンターの秋山からいいボールが返ってきました。8回の表終わりました。3対2のままです。